はい、前回の続きをやっていこうかと思います。前回何をやったかということはちょっと忘れてしまいましたが、まあ適当にやっていきましょう。一個ね、疑問が湧いてですね、この水ブロックをね、ちょっといろんな使い方をしてみようかななんて思っちゃったりなんかしちゃってですね、ちょっと壊しますね。このマップの特徴は、拠点が毒に囲まれているということなんですよ。これをさ、ここに置いたらどうなるのかなーってね、思うわけですね。何にもならない。ちょっと待ってくださいね。いろいろやりたいことがあったんですよ。何がやりたいかったかった。セーブしちゃった。ちょっと、セーブはちょっといいよ。何をしたかったかっていうとさ、持ち物をさ、見たときにさ、この花もそうなんだよ。あ、これいいね。ブナ。これも植えたい。でさあ、ずっと見てくると、あとこれね、であとはまあこれもそうなんだけれど、これもそうでしょ。あとこのタオル、トイレがないけどこれと一緒に置いてみたい。あとはこれも使ってみたい。あとこれも使ってみたいしね。ちょっとね、こういう道具を使って今できないはずのものが部屋レシピでできるんじゃないの？できんじゃないの？って思うわけですございます。ちょっと攻略サイトをねチェックしようかな。まあ、特にね、この釜のやつとかね、タオルとかね、そういうところに着目していこうかなと思います。スクエアテーブルっていうのはさ、森と木のカフェっていうのができるんだけど、それはレンガキッチンがないと、レンガ料理台がないとできないからちょっとダメだね。高級明かりってないよね、まだね。古の作業台。リビングルームは机ないな。
植木町がないからな。ファイヤールームはかがり火がないか。壁掛け松明もないしね。バスルーム、あ、なんかさ、キャビネットみたいなやつもあるよね。ちょっと待ってね。さ、これキャビネットか。キャビネットとかさ、あとこれシンク、これなんかも買えないのかな。タペストリーとか手に入ってないんからな。もしかしたらタペストリーあったかもしんないな、どっかに。あー、かがり火どっかにあったの取ってきたらさ、高級赤になったかもしんないな。ちょっと失敗したかな。ちょっとわかんないね。わかんない。メルキドガーデンは。かがり火があればできるんだけど、かがり火ってあるかな。かがり火ないな。かがり火があればメルキドカーガーデンっていうのはできるかもしれない。ブナの木もあるし、ブナの木、取っといた方がいいね。ジャングル庭園ベンチフレラフレシアっていうのはこれでしょ。ラフレシア、ジャングルゾー、ジャングルゾーってあるかな。ジャングルゾー、これ面白いっけ。ジャングルゾースコップがないとダメかもね。拷問部屋作ったことあるんだけどね、捕虜の鎖があるから作ろうかなと思ったんだけど、骨がないから作れない。今見てきたやつで、これは拷問部屋用に取っておきたい。あ、間違えた。これは拷問部屋用に作っておく。これはね、トイレをちょっと試しに作ってみたい。これはちょっとどっかに置きたい。置きたい。置いたら、これは置いちゃうと回収できなくなるけど、ちょっとは試したい。どうしようかな。ちょっとね、ストーリーはちょっと今無視しますね。持ち物チェック。椅子がいっぱいあるけど机がない。テーブルがあるか。これと椅子を取ってきて、
今は夜だ。もうちょっとで夜だ。寝る。ちょっとテーブルをこう置いて、ああもうめんどくさいな。どこにモンスターがいるんだい？モンスターいないじゃないかよ。あ、上にいる。まだ、あ、これもこうか。わあ、話しかけちゃったよ。収納箱をチェックしようかと思ったのに。もう作ってあるよ。
バケツ。ああ。新しいね、部屋を作ってこういうやつを置こうかなと思っているんだけど、そのためにはブロックをね出してこないといけなくなって、この99個の泥をとこれを使ってね、今回のコンセプトはね、各部屋のね2階建てという感じにしていきたいんで、といってもねここのね2階は別になくてもいいかなと思って、いやでもここに階段がある、でもねもう隣に階段があるからね、これは共通の階段にしちゃいたいから、今度はここだな、ここまとめて病院から上に上がっていけるようにする。暗くなったら寝ようよ。敵が現れた。ピキーンっていう音がね、敵が現れた音だったんだね。ようやく分かった。
かゆいな。背中がかゆい。ちょっと広い部屋なんだけどね。試しにトイレを作ってみよう。スボットタオル。トイレはできない。狭いな。まあ、倉庫みたいなもんです。図書館っていう建物レシピあるんだけど、これは本棚じゃないよね。どっかに本棚ってあったんだよな。本棚じゃなくて図書館、図書室。本棚は別にあるんだ。今までの街づくりとは違うのはこういうね、階段をね、各部屋から降りていけるという、そういう構造に今回はなっております。そしたらね、何をやっていくかっていうと、じゃあちょっとバケツが作れるようになったから、ちょっと使ってみようかね。このないもん、ちょっと植えたいな。ブナの木、ここはもう無理だね。ちょっと取っとこう。ヤシはいっぱいある。
るか。じゃあもうバケツを作ってクエストを進めていくか。まあ魚釣りもいろんなところやってみたいけどね。水もすくえんのかな。釣れないのかな。長靴、これは綺麗なのかな。クレヨンしんちゃんの釣りではヒールが釣れてたね。あーもう魚は釣れないんだね。ここはなんか魚は釣れないもんだね。いくら、まあいいや、長靴がありすぎだよね。イワシは海だけどね、本当はね。
けないのか。収納箱の中をチェックしたいんだけど、まあやつと話しかけちゃってもいいけどね、話したくない。おお、水、噴水だってよ。まだある。作んないとね、武器とか。危険だ。
旅人の服しか作れない。材が足りない。木材が足りない。石の炎だらけだな。石の炎作んなくてよかったんだ。じゃあちょっと一旦寝るかな。まだ寝なくていいか。じゃあちょっとここからストーリーをね進めていこうかなと思います。まずミトさんはねちょっとね主人公に近い人物ですからね、脇役の言うことから聞いていきたいなと思います。なあ、ひがみよ。まだこの町の空気を、なんか釣りをしたいっていうような、なんかね、リフレッシュ。いいえ。スーハースーハー、重たい、空気重たい、リフレッシュしたいんだな。探検してくれないか。釣り名人もうあるよ。釣ってあるよ。あ、釣ってきた。
に。なんか俺突然ね、屋根をつけたくなっちゃったんだけど。固定に屋根をつけたくなっちゃった。なんか知らないけど。でもブロックがないから、結局屋根はブロックなんですけどね。突然申し訳ございません。僕屋根を作ります。やっぱ泥だな、土だな、屋根は。それか岩か。ちょっと待って、ブロックをもらってくる。突然ね、屋根をね、つけたくなっちまったんだよね。屋根は結構いるよね。なんかさ、今のうちにさ、拠点をさ、立派にしておかないと、立派にする時がないんじゃないのかなって思っちゃうんだよ。石の剣もたくさんあることだし、石の斧か。そしたらですね、間違えた。一回寝るか。時間がよくわかんない。
方になるとちょっと明るくなるんだね。昼間暗いんだけどさ。どこに屋根を作るかっていうと、まだね、上はね、2階を作りたいところなんだから、こっちの壁が高いんだよね。本当は壁も作ってから屋根を作りたいところなんだけど、違う。
城壁の上かなと思って。
くらってもないね。Thank you.
毒を無効にする。水と違うのか。これはただ水なんだよ。いや、屋根作りしよう。ストレスだよ、ストレス。
しいんですよね。楽しいというのとはちょっと違うんだけど、やりたい。複雑な思いです。基本ですよ。屋根はなるべく高いところにつける。ああ間違えた。本当は屋根専用のアイテムを使いたいところなんだけど、ね、しちゃった。事故です。昔のさ、ダム工事だよね。戦争中の死者が生まれるダム工事。相模湖ダムとか。
建設とかそうだよね。知らないけど違うかもしれない。これがね、僕にとっての遊び尽くすということだと思っているんですよけどね。やっぱりゲームっていうものは買ってやるものじゃないですか。あー、YouTube の中ではやりたくないんだけど、お金のためにやっているみたいなところもあるのかもわからないですけどね。僕は別にお金をもらってやってるわけじゃないんで、やっぱりお金を払った限りゲームをやり尽くしたいなという、まあ、やり尽くすっていうのはいろんなやり尽くす方法があるかもしれないけど、僕にとってのお金を払った分やり尽くすっていうのはこういうところにあるんじゃないのかなと思うわけですよ。とにかく気が済むまで好き勝手にやるっていうね、自分の好きなようにやるってことがですね、ゲームの楽しみじゃないでしょうかね。で、動画にするという行為はまあ皆さんはお金儲けのためにやってるんだろうと思うんですけど、僕は別にだったら自分の好きなようにやった方がいいよね。あ、こうすればみんな見てくれるんだろうなみたいなやつを一生懸命作っても、それがお金になるとは限らないわけですからね。どうせお金にならないんだったら自分の好き勝手やった方が自分のためになる。最初からお金がもらえていたらこんなことはやらないかもしれない。お金のためにやっちゃいます。ちゃんと見てますよ。もう2回以上転落死してますからね。トビですよ、トビ。だんだん屋根が
さ狭まっていくじゃないですか。ああもうめんどくさいね。どこから入ってきたのかな。こっちから来たのかな。本当は屋根との隙間に壁をね作りたいところなんだけどね。ブロックが余ったらやるかもしれないね。120だよダメージ。120ないんだもんだって俺は今。
骨折で、かなりもう今ピンピンしてるというね、それがゲームです。本当にゲームオーバーになったらもう二度と続きができないってなったらもうやらないだろうね。もう やりません。そしたらもう二度とやることはないでしょう。最初のところクリアしたところがどうなるのか今わかんないからさ、あんなに立派に建設したのにもう二度とあそこに行けないとなると結構悲しいんだけどね。一期一会なんですよ。この拠点を得られるのももしかしたらクリアしたらもう見えなくなってしまうのかもしれないと思うとね、一期一会ですね。もしかしたら見えるのかもわからないけど、わかんないけどね。ヘアコンドルと戦うときにこの屋根はどうなるのか、壊されてまた自分で直すことになるかもしれないね。デモと戦った時みたいに、取りに行かないとダメだね。
鉄砲プラズマガヨロン。立てた。あ、これ以上俺はダメなんだ。メルキドで建てた拠点がさ、もう二度と見えないのか。10マスかける10マス100だからね。20×20 だったら400ぐらいいるってことだよね。
カミスでございます。もうめんどくさいことやってるね君は。ちょっとね、ストーリーをね、進めていこうかね。なんていう名前だっけ、ミトだっけ、なんだっけ、忘れたな。あの人以外のものはもう全部終わったのかな。セーブしよう。
痒いんだよ。下でペアか衣装ペアか衣装ペアか暗いな。ちょっとブロック暗いね。そしたらね、
喋りながらやっております。ゲームとは関係ないことはね、たまについつい呟いてしまうんですよね。テレビをつけながらやっていてですね、テレビの内容に反応してしまうんですね。テレビの音は消してありますけど、
か。誰かが花に触れてるね。誰かがこの花に触れてた。ごめんねって言いたくなっちゃうね。でも学習してほしいよね。あそこは教えてねえんだよってさ。何も知らずにいつまでも行かないでもらいたいよね。あと下地台をもう一回作ろうか。不毛の大地になっちゃった。Thank you.
ついたまま、もう一回作ってやればと。した個室、高級ベッド持ってないもんな。まあ、普通にベッドがあって、壺ベッド明かり、壺ベッド明かり。
ダメじゃんこれ。やって作れないのかな。
作れないかもね。ブロック余ってんだよね。もう夜だから。
もう寝たくなかったのに寝ちゃったよ。ストレスだねこれね。寝たかったんじゃないんだよね。なんでベッドの上に乗らないと書けないんだよ。ケイシーって女だったんだね。それは気がつかなかった。作ろうかなと思ったけどね。作れるね。下行かないからダメだ。なかったのにさ、壁を壊そうとしたら寝ちゃったよ。めんどくさいな。
ストーリーを進めていこうかなと思ったけど、一旦ここで終了ということにしようかね。この仕立て屋を見ながら、あ、でも屋根も見せたいね。ちょっと一旦セーブして、ああ間違えた、もう。では皆さん、今回はここまでということにしましょう。屋根を今回作りましたという、そういう感じでございます。では皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。